はい、どうも、不明だよです。今回ですけども、新積む予想をやっていきたいなと思います。はい、ということで、今現在こんな感じの、スケジュールになっておりまして、もう2月の、内容はもうほぼってかもう出揃ったかなということで、まあ、いよいよね、3月になるということで、3月のね、新積む予想をやっていきたいと思います。で、本日、まあ、撮影はね、23日、ここでやってるんですけれども、おそらくですけれども、24か25でアップデートが来ます。はい。そこで、もしアイコンが変われば、新ツムの情報が解禁されるので、まあ、とりあえずアップデートすればですね、まあ、ワンチャン情報が解禁されるんで、そこも楽しみですね。で、もし、あれがね、来れば、アイコンが変わると思うので、まあ、そこ次第では、あのが来るかなと思います。ということで、3月の新積む予想ということで、まぁ、ちょっと見ていきたいんですけども、3月の新積む予想で、3月2日でミニーマウスの日ということで、まぁ、ミニーが来る可能性はゼロではないかなと思います。ということで、まあ、ミニー予想するんですけれども、まぁ、ただね、1月とか12月かにプリンセスミニー出てるので、ちょっと、来ないかな、さすがに、と思います。はい。まあ、ただ、一応ゼロではないので、ミニの日っていう絡みで、まあ、来る可能性はあるかなと思います。で、過去に、一応ね、3月2日から、ミニの日ということで、ピックアップも、出たことがあるので、まあ、何かしらのミニの、まあ、関連のやつは来る可能性は、あります。はい。まあ、新積む以外でね。はい、ということです。で、他の、予想ですけれども、まずは、ぬいぐるみですね。はい。ぬいぐるみがありまして、つむつむの。そこに、まあ、ひな飾りが登場ということで、確かにね、ということで、ひな飾りのやつが来る可能性はあるけど、ドナルドとデイジーは、ちょっと今月ね、ペアツムが来てるんで、他のツムで来る可能性はあるのかなと思うんですけど、まあ、やっぱり多分これ、顔が白いからさ、多分ドナルドとデイジーが一番映えると思うんですよね、正直。まあ、なんでこれ以外で来るのかなっていうのはあるんだけど、ジップとデールでもし来たとしたら気持ち悪いんかな気持ち悪いかな。顔が白いから多分すごい合ってると思うんだけど、はい。まあでもミッキー&フレンズでこのひな壇のひな飾りのが来る可能性もまあ一応あるのかなと思います。一応、お姫様デイジーとかがいるので、まあ、ちょっと、他のやつでね、来る可能性は、まあ、あるのかなというところでございます。で、あとはですね、画面切り替わりまして、3月の誕生日ですね。こちら、誕生日ですけれども、見ていきます。3月5日にラーヤがね、誕生日ということで、ただ、ラーヤを別バージョンで出すのかなっていうところは、ちょっと思いますけどね。はい。というところです。あとは、クラリス。クラリスですね。クラリスはね、一応別バージョンがちょくちょく出てるんで、で、去年もね、クラリス出てますよね。チャームで出たんだったっけ？はい。で、出てるんで、まあ、今年も、まあ、なんだかんだ来る可能性はあるのかなと思います。はい。で、3月23日は、スクルージですね。スクルージって何かっていうと、ドナルドの、おじらしいっす。で、もうすでに出てるんで、まあ、スクルージが、ちょっと別のバージョンで来るっていうのも考えられないかなと思います。あとはダッフィーシリーズでステラルーということで、まず、ダッフィーが出ないと、このキャラクター出ないと思うので、っていうところですね。なんで誕生日関係で言うと、まあ、クラリスはちょっと可能性あるのかなと思いますけども、他はなんかなさそうかなと、思いました。はい。っていう感じですね。で、ディズニーの公式の映画の方は特になくてですね、ビートルズアンコール追加上演決定っていうのがあって、ワンチャンビートルズ
来るかな。いや、これもちょっと考えられないけど、一応クイーンの、事例があるんで、まあビートルズも、まあゼロではないのかなということですね。で、あとは5月にね、ドクターストレンジというところで、これ、シリーズ的には第2弾のシリーズになるかな。自分多分一番最初のドクターストレンジは見たことあるんですけど、面白いですよね、この映画。あと4月にバズがあるんですけど、まあ一応公式から出てる映画の情報はこの2つしかないんで、まあ3月に来るのはまあありえないのかなと思います。はい、っていうところです。で、あとラストなんですけれども、キングダムハーツです。キングダムハーツ20周年です。はい。で、キングダムハーツの20周年が確かね、3月28日だった気がします。はい、使ったらごめんなさい。まあただね、その3月っていうのは変わりなくて、まあただね、月末なので、まあ4月にね、来るのかなっていうところも考えられるんですけども、一応もう、Twitch の方では2月にゲームが出てたりとか、もう、続々と、キングダムハーツの、まあ、20周年に向けての、やつがですね、いろいろ公開、開催が決まったりとか、まあ、いろいろ来ております。で、こっちのイベント来ると、なんかね、なんだ、そう、あるんですよね。なんか美術館的なのがあるんかな？展示会があるんか？があるみたいで、まあ、こんな感じで、あります。で、こっちもね、4月なので、4月10日からだったかな？はい。と書いてあるので、まあ、4月に流れ込むのかなとは思うんですけれども、っていうところですね。はい。これの多分20周年限定グッズ、多分、すぐ完売しちゃいそうな気がするけど、多分、転売ヤーがいっぱいいそうっすね。はい。っていう感じで、まあ、ね。もう、ここの2月20の、このツイッター連動企画っていうのももう開催されてたりとかしてるんで、そうなんですよ。皆さん。キンハーが、まあ、来月か、再来月、まあ3月か4月におそらく来るので、ちょっと皆さん、期待しちゃうかもしれないですね。これはね、これも期待してるんですけど、はい。ということでね、予想としては以上かなと思います。で、つむつむ .jp さんでも予想してたんで、ちょっと見てみましょうか。自分まだ中身見てないんですけども、はい、見ていきましょう。見ていくと、ホワイトデーということで、バレンタイン仕様ということですね。ああ、まあ確かにね、ホワイトデーということで、もしかしたらあるかもしれないということで。あと、ひな祭りシリーズ。やっぱ言ってましたね。自分と同じように。はい。で、あとは、キングダムハーツシリーズ。ああ、なるほどね。まあ、予想はほぼほぼ同じっすね。あれ？ディズニー新作映画。私、時々レッサーパンダが公開される。そんなんなかったよね、公式のところに。あったっけ？俺が見逃してるだけ。映画のところで特にないっすよね。非常公開じゃないか。ディズニープラスとか、もしかして。でも劇場って書いてあったよね、今。劇場とは書いてないか。でも書いてなかったっすよね。新作を映画館でやらないっていうことはないと思うんだけど。ググってみようかな。ワンチャン間違ってんじゃない？これディズニー？本当に。ディズニーじゃない説ない。あ、ディズニープラスだ。ディズニープラスで出るらしいですね。ということで、まあ自分知らなかったですけど、ディズニープラスで、独占配信されるみたいです、これが。はい。という
ことみたいなんで、まあちょっと皆さん、ディズニープラス入ってる方は楽しみですね。これはね、自分は入ってないんですけど、子供を生まれたらディズニープラス入るのもありかなと思ってるけど、プライムビデオで十分かなっていうところもあるけどね。はい。ということで、予想の方は以上になります。またですね、情報解禁され次第、動画、展開していきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それでは、バイ。